ポテーズ25ポテーズ25は1920年代に設計されたフランスの単発複座複用機。第一線で多種の用途に使用されることを目的として作られた多目的戦闘爆撃機であり、戦闘、護衛、戦術爆撃、偵察などを任務とした。1920年代後半から1930年代初めにかけてフランス、 ポーランド、ソビエト連邦、アメリカ合衆国などを含む20カ国以上の空軍で標準的な多目的機として用いられた。また民間用としても人気があり、特に郵便機として活躍した。ポテーズ25はパラソル単用機である 25M に発展したが、それは生産されなかった。1923年、アビオン・アンリ・ポテーズ航空機工場は成功作となった。 ポテーズ15服用偵察機の生産を開始した。アンリ・ポテーズは、その生産で得た経験を生かし、より重く、より早い、新しい多目的飛行機の設計に取り掛かった。この機体は、ポテーズ25と命名され、1924年には、早くも試作が行われた。15との、主な違いは、より大きく強力なエンジンと、新たに設計された翼であった。 本機には、伝統的な副用機と異なり、下翼が著しく小さい、一応半の形態が採用された。本機の軍用機型には、ポテーズ 25A に偵察機と、ポテーズ 25B に爆撃偵察機の二つのタイプがある。1925年5月、サービステクニックディエアロナティック研究所で行われた試作機の試験の結果、その操縦性、 速度及び耐久性のいずれも有望であることが確認され、その後量産が開始された。軍から退役した大量の安価な飛行機に占領された第一次世界大戦後の市場にこの新しい飛行機を輸出するためポテーズ25は多くのレースに参加した。最も有名な実績はヨーロッピアンラリーと地中海ラリーで両方とも ポテーズ25を操縦したパイロットが優勝した。1920年代には有名なパリテヘランラリーにも参加した。1930年6月、アンリ・ギヨメはポテーズ25で郵便輸送飛行中にアンデス山脈に墜落したが、山中からの驚くべき脱出業を生き抜き、一週間に渡る創作活動の末に救出された。これらの業績によって、 ポテーズ25は人気を増し、当時最も成功したフランス機の一つとなった。そして、フランスは元より、スイス、ベルギー、ブラジル、クロアチア、エストニア、エチオピア、フィンランド、ギリシャ、スペイン、日本、ユーゴスラビア、ポーランド、ポルトガル、さらには、ルーマニア、トルコ、ソ連などの空軍が購入した。その結果、およそ2500機が、 フランスで生産された。1925年にはポーランドが、ポテーズ25のライセンスを購入し、ピラスクホワイトオーニャサマリタオと、プラージュアイラスキュークス航空機工場で、各150機を生産した。最初のポーランド製、ポテーズ25は1928年に、ワルシャワの航空技術開発研究所でテストされ、ポーランド空軍の要求に適合するため設計への、 微修正が施された。顕著な違いの一つは、全園スラットの導入である。ポーランドでの生産は1932年に終了したが、その数は長距離、短距離偵察や昼間爆撃などの各型合計300機に達した。ポーランドでは、原型のロレーヌ・ディートリッヒ 12EB エンジンが供給できなかったため、1936年以降、47機に、 対しては、より強力な、PZL ブリストルジュピタービフ製型エンジンへの、換装が行われた。他にもいくつかの国が、ポテーズ25のライセンス生産を行った。日本では1938年、日本海軍が、クレルジェ14回の2製型ディーゼルエンジンの、実験機として1機を輸入し、CXP という略符号を与えた。この機体は、霞ヶ浦で、 エンジンの試運転を行ったが、機体が老朽化していたため飛行することはなかった。また、1931年には、日本陸軍が法典に進駐した際に、法典飛行場に放置されていた十数機のポテーズ25を露覚し、補定号と称して、偵察爆撃機として運用した。このほか軍用ではないものの、 中島飛行機が1926年に研究機材として一機を輸入したが、試験飛行中に不時着大破している。スペイン共和国空軍所属のポテーズ25。ありがとうございます。